与佐野町ひまわりフェスティバルは、京都府与佐郡与よ野町で2017年まで、毎年夏季に開催されていたイベント。与佐野町ひまわり実行委員会の主催。1998年から2012年までは、ひまわり15万本というイベント名で開催されていた。このイベントは、旧野田川町にあった、亀山のおじ実行組合が、旧高電を、 有効的に活用できないかと考え始まったもの。野田川ワークパルの東側にある急行田、約4.6ヘクタールに、ひまわり約15万本を栽培した。この約15万本にひまわりを活用した、巨大ひまわり迷路や、ひまわり舎生会、とうもろこし収穫体験などが開催されるほか、急行田を利用した、ドロンコバレーボール大会や、懐かしのカカシコンテストなど、 期間中様々な催しが実施され、多くの人で賑わう。2013年からは、ヨさの町ひまわりフェスティバルに名前を変え、会場を、野田川ワークパルからリフレカヤの里周辺に場所を移動して開催されている。また、主催の実行委員会の事務局もヨさの町役場、商工観光課からリフレカヤの里へと変更されている。2018年2月、 与さの町は2017年をもってイベントを終了したと発表した。ありがとうございます。